こんにちは、オムハーツコーヒークラブの山田です。前回まで現地のストーリーについて農家のトニーさんを例に出してお話ししました。今日はこのトニーさんの農園の共同体のお話をして、さらにそこで使われているフェアトレードプレミアムという制度についてお話をしたいと思います。フェアトレードプレミアムというのは、プレミアムというふうに言っている理由は 何かというと、現地のためにコーヒーの売り上げを還元するための仕組みをフェアトレードプレミアムと言っています。フェアトレードコーヒーの売り上げは現地の医療だったり教育だったり仕事に還元されるようになっています。このトニーさんの共同体も同じくそういうフェアトレードプレミアムの恩恵を受けているんですね。例えばですね、トニーさん の家族、子供がいる幼稚園があります。これ未熟幼稚園っていうんですけど、この幼稚園もフェアトレードの売り上げによって運営されているそうです。さらにここは、病院なんですけども、この方が病院をやってます。小さいクリニックなんですけど、ここもフェアトレードプレミアムの影響で経営されています。そしてこれが病院の様子なんですけど、ここにフェアトレードマークがありますね。現地はフェアトレード認証を受けたコーヒーを扱っている農園なので、そこの共同体の中には、例えばこの病院もそうですけども、幼稚園、そしてアグリビジネスといって農業の学校、農業のビジネス学校ですね、その教育のためにも使われています。このようにコーヒーというのは現地の人たちのための将来のへの投資だったりとか、共同体全体の成長のためにも使われる形になっています。コーヒーの売り上げというのはもちろん NPO 法人聖母を通じて、オムハーツコーヒークラブは 100% 学校給食支援のために還元しています。しかしその仕入れ先であるミスク農園でも、このようにコーヒーの力は大きく共同体につながっています。皆さんのコーヒーの注文が大きな力を現地にも及ぼしていることをぜひ覚えておいていただいて、アロイコーヒーを楽しんでいただければ嬉しいです。ありがとうございました。